さあ審判団戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えます。前半終わりまして、西南学院大学14点、福岡大学14点、双方ともに得点を上げながら同点、全くの五分という状況に試合の展開はなっております。序盤の状況は西南学院がリズムよく、そして相手の隙をついて得点を進め、このまま西南が押し切るかという状況にありました。しかし途中から福岡大学ワンプレーワンプレーで粘りを見せ始め、現在同点の状況に追いついております。双方ともこの後半戦のその最初のシリーズ、非常に重要な状況となってくるでしょう。その意味でもこの後半最初のキックオフから始まる双方の攻撃シリーズ注目です。ジダリムさんは接戦でいい試合ですねのメッセージありがとうございます。本当に見ていても、そして取っていても楽しい試合になっていると思います。同時にこれは選手たちにとっては非常に緊迫感のある胃の痛い試合でもあるでしょう。さあこの試合最終的に笑いますのはどちらのチームとなるでしょうか。後半戦は福岡大学のキックオフで試合再開する形になります。キックオフしますのは福岡大学の10番の選手がキックオフします。キックオフキッカーは加賀。しかしこのキックオフサイドラインを割りました。キックオフのボールはサイドラインの外へ出してはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進した時点の攻撃か、あるいは5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは30ヤードペナルティとして自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選べます。西南学院は自陣35ヤードからの攻撃を選択する模様です。西南学院自陣35ヤードからファーストダウンテン。さあまずランから入りました。何枠45番ハンドオフを託されまして中央突破、密集点を貫きました。約8ヤードのゲインとしています。41番の脇田、素晴らしいランをまず最初に投入しました。西風高校出身の4回生、これが学生生活最後の試合となります。西南学院セカンドダウン2、ボールオンは自陣43ヤード。ここはディフェンス踏みとどめようとしましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあどちらの反則だったでしょうか。オフェンスの反則でした。イリーガルフォーメーション、不正な体型でプレーをしました。しかしこの反則を福岡取りません。プレー有効としました。1ヤードロスになったからです。従いまして、西南学院サーダンスリーで試合再開となります。ここでランプレーを展開しようとした西南、し
かしここでボールをスティールされました。持ってるボールを奪い取られ16番そのまま奪い取ったボールを一気にリターン、ゴール前に迫るビッグリターン決めまして、ターンオーバーです。高度なテクニックを披露しました。ボールを持っている選手のボールを奪うスティールを決めまして16番攻撃権奪取です。大橋素晴らしい仕事を決めました。さあこれによりまして福岡大学は相手陣5ヤードからの攻撃に入ります。福岡大学ファーストアンドゴー、ナイスパスカット。ここを一気にタッチダウン狙わんとするパスでしたが、これを西南学院16番がパスカットし防いでいます。素晴らしいパスカットをしましたのは西南学院高橋、小倉高校出身の3回生です。しかし福岡大のチャンスは続きます。相手陣5ヤードからセカンドダウン2ゴー、プレイアクションからパスを投じようとしましたがターゲットカバーされ、 QB 走ろうとしましたがこれも阻止され、サーダウンに変わります。しかし状況はゴール前5ヤード。さあ3回目の攻撃に福岡大学は入ります。福岡大学サーダウン2ゴール、残り5ヤード。エンドゾーン手前ギリギリのところにパス、これをバイナルシーバー18番見事にキャッチ、エンドゾーン着地してタッチダウン。福岡大学タッチダウンパスで6点獲得、逆転です。見事パスキャッチしましたのは福岡大学18番の山口、筑前高校出身の4回生です。試合の状況が逆転しました。思わぬ形で後半状況が動きました。西南学院がまず手堅くいかんとするところ、福岡大学素晴らしいテクニックのスティールを決めまして、一気にゴール前に迫り、そのチャンスを生かしてタッチダウン、逆転を果たしております。さあその西南福岡大学のキックオフで試合再開です。さあ西南大学どこまで返せるか、リターン入った、果敢にも中央突破を図りまして、自陣30ヤード付近からの攻撃を終えます。さあ西南学院大学は反撃に入らんとする攻撃をここから入ります。ボールオン自陣33ヤードから西南学院大学ファーストアンテン、さあこのランいったファーストアン、内学41番ハンドオフオプションを託されまして中央突破、相手ディフェンスを弾き飛ばして攻撃権更新です。西南学院大学ファーストアン。西南学院大学もやはりオフェンス好調です。41番は脇田、
ここでも活躍しております。さあ西南学院大学ティーイン46ヤードからファーストダウン10。しかし福大を見せた。同じくランプレーで突破はからんというところですが、福岡大学これは仕留めまして1ヤードロス。西南学院セカンドダウン11。ワイドレシーバー2番にパスを通しまして約10ヤードのゲインとなっています。しかし攻撃権更新になったでしょうか。わずかに残っております。しかしナイスパスでした。サードダウンになりましたが、しかし10ヤード獲得しています。西南学院サードダウン残り1ヤード。ここをパスでいった。ナイスゲーム、ファースト。クォーターバック16番、ここをパスプレーで突破しました。ワイドレシーバー15番、これをキャッチし攻撃権更新です。西南学院ファースト。果敢にパス攻撃を展開しました。クォーターバック16番は高橋、小倉高校出身3回生取りました。ワイドレシーバー15番は桑木、福岡大大濠高校出身のこちらも3回生です。西南学院ファーストダウン10。このパスは不成功。一気にエンドゾーン狙いました。しかしこれは福岡大学も譲らずパスカバーしております。パス不成功です。セカンドダウンに変わります。しかしさすがの西南学院、押し返してまいりました。ボールオンはすでに福岡大臣の28ヤードの位置にあります。西南学院セカンドダウン10。ここは福岡大学踏ん張った。今度はランプレーによって突破を図りました。キャリア41番の突進力にかけたのですが、これは封じて1ヤードのゲインでとどめています。西南学院サーダウン9。パス不成功。パス不成功の判定です。ノーフラッグ。一気にエンドゾーンを狙うとするパスですが、これを福岡大防ぎました。パス失敗でフォースダウンに変わります。さあ西南学院フォースダウン9ですが、プレーを敢行します。フォースダウンギャンブル、あくまでタッチダウンにこだわります。不成功。このフォースダウンギャンブル失敗です。攻守交代。福岡大学防ぎ切りました。さあ怒涛の西南学院の攻撃を何とかしのぎました福岡大学。今度は自陣27ヤードからの攻撃に入ります。福岡大学ファーストダウン10。ナイスファーストダウン。
ック10番トスを受けまして左をトゥウェイランプレー、スティープレーを使いまして相手ディフェンスを飛び越えんとする躍動感があるランプレーで攻撃権更新です。福岡大学ファースター、素晴らしいランでした。ランニング枠10番は加賀、北条高校出身の1回生です。そして3回生です。さあこのプレー出ておりますがイエローフラッグ、反則が発生しています。果たしてどちらにあった反則でしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。揃ってスタートできなかった模様です。5ヤード抜体となります。はい、ハノ様が変なメッセージを書いたがために福岡大学ミスが発生しました。福岡大学ファースン15、不成功。さあこのファーストダウンの状況、まずパスプレーから入りました。しかしこれはパス通らず不成功となっています。福岡大学セカンドダウン15の状況です。ボールオンは自陣33ヤード。これはナイスゲーム。ここでスクリーンパスを展開しました。ワイドレシーバー6番、これをキャッチし内側に切り込み、ブロッカーの隙間をすり抜けるように約10ヤード近いゲインを奪っております。これによりまして福岡大学サードダウン4の状況に変わりました。見事なステップを切りましたのは6番の江口でした。大牟田高校出身の4回生。11番左奥走り込んだワイドレシーバー6番に0番にパスを通しまして攻撃権更新です。福岡大学ファースター、この状況パスで突破しました。クォーターバック11番は大前、取りましたワイドレシーバー0番は浅井です。さあファーストダウンの攻撃に入りました福岡大学、相手陣に入っております。このパスを取りました福岡大学ファースター。ワイドレシーバー18番、これをキャッチしまして相手のディフェンスをかいくぐるように見事のステップワークで攻撃権更新です。福岡大学ファースター。今度は18番の山口でした。筑前高校出身の4回生です。これによりまして相手陣29ヤードの位置に入りました福岡大学。さあ西南学院、これを食い止めることができるか。福岡大学ファーストアウト。さあここでクォーターバック、
失礼しました。10番が左オープンのランプレーを展開しようとしました。タックルを2つ受けましたが、なんとかかいくぐりゲインをしております。しかしその距離は1ヤード。西南学院もここで粘りを見せ始めております。福岡大学セカンドダウンライン、ナイスファーストクォーターバック11番オプションプレーで自らキープ、中央切れ込みまして攻撃権更新です。福岡大学ファーストここでホイッスル。現在フィールド上に負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。福岡大学相手陣15ヤードからの攻撃に入ります。福岡大学ファーストアンテン、ナイスゲーム。クォーターバック11番左にありましたワイドレシーバー0番にヒッチパス、これを取ったゼロワンキャッチアンドランし、タックルを受けながら約7ヤードのゲインに変えています。見事なパフォーマンスでした。ゼロワンは浅井、福岡大大濠高校出身の3回生です。福岡大学セカンドダウン3、中央を選んでこの3ヤード突破を図りましたが、西南学院41番素晴らしいチャージをかけまして1ヤードロスに変えています。見事なタックルをしましたのは西南学院大学41番の脇田、今度はディフェンスで活躍しました西風高校出身の4回生。城さんはこの試合本当にいい試合になっております。さあ福岡大学サーダウン4、ナイスプレッシャーパス成功です。ここでパスプレーを展開しようとしました福岡大、しかしプレッシャーありましてパス成功になっています。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして西南学院大学14点、福岡大学21点、その差ワンタッチダウンの差で最終クォーター第4クォーターに移ります。